次に作るウインナーはある動物。先ほどのカタツムリと同じように切れ目を入れ、今度は今切った切り込みと切り込みの間を切ります。ちょっと真ん中ぐらいからですかね、全部切っていきます。切れ目の細かい蛇腹模様ができた。この蛇腹ウインナーをゴマで目を表現した顔部分に取り付けると、そう、百獣の王ライオンの完成。先ほどの蛇腹模様はライオンの象徴たてがみを見事に表現。他にも口が大きく開いたのが可愛いカバ、長い鼻を見事に再現したゾウ、大きな耳が愛らしいプードル、お腹に貝を抱えたラッコまで。さらに野菜なども組み合わせれば、木登りしているコアラに。だがこれはちょっとレベルが高いので、タコさんウインナーの綺麗な足の作り方も教えてもらった。まずはやりがちな失敗例を AD 青木が再現。最初は十字の形にカットし4本足を作る。そこからさらに細かく切る場合、タコの足を外側から切ってしまいがちだが、そうすると足とまな板に空間ができうまく切ることができない上に、足の太さもバラバラ。しかし達人の技は、で、きれいに切るためにはウインナーをまな板に当てていただいて、中から奥から切っていただくと、ウインナーがまな板に当たりますので、きれいに奥まで切れます。割れることなく。内側から切ることで足がまな板に密着し安定するのだ。すると綺麗に8等分された足になり、見栄えが美しいタコさんウインナーができる。